ラジオの始まりです。すごい皆さんたくさんおはようのコメントが届いててありがとうございます。イエーイ、おはようございます。はい、ということで今日はテロップにも入れた通りカノンの日本完食富山編滋賀編を放送していきたいなと思います。イエーイ。さあ、めちゃめちゃお待たせしちゃったカノの日本完食なんですけれど、ちょっとね、日本完食に行く前にお便りの方を先にね、今日は読んじゃいたいなと思います。今日はね、今日は2通ございますので、まず1通目から読ませていただきます。さあ、読ませていただきます。 DJ さんちゃんへありがとうございます。 DJ さんちゃんへおはようございます。おはようございます。今週はおはようさんちゃんラジオできるかな。さて、振り返サイン会の日程、あ、そうだね、ちょっとお便りの方もだいぶお待たせしちゃったから、そう、サイン会と手形会の日程、そう、決まった頃なんだね。めちゃめちゃ前だね。誰もが予想した通り、大先輩との振り返り開催、覚悟を決めてチャンスをものにしてね。はい、では教えてよんちゃん、ブッブー。常にお便りまでよんちゃんが進出してきた。違いますよ、さんちゃんです。初めてのミュージックビデオの収録を経験されましたが、合計すると恋落ちフラグを何回分踊りましたか。そして感想も知りたいな。だから教えてよんちゃん、さんちゃん、そろそろ、うん、体調、うんうんうん、ところ、まあ、あり、はい、わかりました。かのんちゃんがやりたいようにやってください。はい、わかりました。ただ大勢の夜行ファミリーがやきもちをしている、やきもち、どんな時でも応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。そうちょっと前のお手紙になるのもあるけど、体調もね、そうだったね。体調管理頑張ります。そしてありがとうございます、応援。声落ちフラグのミュージックビデオで、ね、合計するとこの収録までとか、収録で何回分声落ちフラグを踊り歌いましたかですって。何回だろう、何回って言われるとちょっと難しいんですけど、でもめちゃめちゃ踊りました。もう徹底的にこうちょっとずつ、サビの頭だけとか感想の部分だけとか、自分のかっこいいパートのとこだけとかやって、一箇所ずつ丁寧にたくさん踊りました。どうやったらかっこよく見えるかなとかもすごく考えたし、めちゃめちゃ踊ったね。とにかく大量に踊りました。そう、その一曲なんだけど、その一曲でも汗びちょびちょになるぐらい、びちょびちょ汗かく、すごいかくぐらい踊りました。そうで、感想だって、まず恋落ちフラグはめちゃめちゃ楽しくて、踊っていても好きです。好きです。で、あの出来上がって見て、カノンもこうちょっと顔がちゃんと分かるように映ってたりとかして、すごく嬉しかったし、あの全員で踊ってるところはすごく迫力があって、あ、おーってなりました。おーってなりました。あとは先輩たちのダンスもやっぱこう一緒にこう撮る中で、レッスンも一緒で見させていただいたけど、すごくこう盗みたいなって思ういいところとかも本当にたくさん
今回でまた気づけたし、すごく楽しかったし、出来上がったのもとっても素敵で、今回ミュージックビデオに参加させていただけてすごく良かったなって思います。そうなんですよね、ありがとうございます。そしてもう一通を読ませていただきます。お便りありがとうございます。ではいきますよ、次のお便り。多分2週空いちゃったからね、同じ方からなんですけれども読ませていただきます。DJ さんちゃんへありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日は久しぶりのラジオ配信はあるのかな。そう、ありますね。つい先日明けおめと言ってたのに1月も下旬です。早い、本当に早いですね。毎朝毎日寒いけど温かいものを食べてぬくぬくしたいですね。はい、そして教えてさんちゃん、あ、今回はお利口さんちゃんはい、お利口さんちゃんです。鍋の具材って個性的ですが、10期生メンバーをお鍋の具材に例えると9人は何になるか考えてみて。わーおその理由も教えて。タコシャーン、タコシャンちゃん、全然お利口になってなかった。ちなみに私はだし汁かな。えすごい、かのちゃんはじめみんなを支えます。おー、なんちゃってなんちゃって。公園にティーンズユニットショールームなど取り組み方について長くとも多いと思います。試行錯誤しながら進むべき道を探そうね。隣にはいつも役ファミリーがいるからね。応援してるよ、またお手紙書きますね。ありがとうございます。本当にもうお便りもう本当に嬉しくて、はい、ありがとうございます。いつもそれでお鍋の具材に10期生メンバー例えるとどうでしょうね。そのちょっと考えたことなさすぎることで困ってるんだけど、お鍋の具材って何があったかな。白菜とか、白滝、豆腐、ちょっとヒントをもらおう。春菊、うん、白滝、お豆腐、お肉、カニ。ボサボサ感申し訳ない。椎茸、ネギ、豚肉。みーちゃんは豆腐、あ、いいですね。皆さん、みずきちゃんはそうですね、豆腐ですね。真っ白なので何鍋もう何でも。じゃあカノはタコにしますね。タコが入ってる何も見たことないや、ダメだ。牡蠣、きりたんぽ、えのき、うどん、つみれ、お、はんぺん。おはようございます、マロニーちゃん。難しい難しい。卵、し、白子、みかん。おー、タコおでんだね。まあ、とりあえずみずきちゃんが豆腐ということだけは判明しましたです。ミレイちゃんはチョコ、いや、ミオちゃんはチョコ。チョコは鍋に入らないですからね。難しいですね。はい、じゃあそんな感じでございますありがとうございます。だし汁もすごい面白かった。だし汁だし汁つぼりますね。ありがとうございます、支えてください、ありがとう。さあ、お便り本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ SKE メールの方で DJ さんちゃんを DJ さんちゃん宛てにお便りどしどしお待ちしています。よろしくお願いします。さあ、ではあとはね、オラマルの大戦、あとはね、ちょっと日本完食決まり、あ、今日は
ヨコニャンさんのお誕生日ということで、ハッピーバースデー歌いますか。せーの、ハッピーバースデーヨコニャンさん、ハッピーバースデーヨコニャンさん、ハッピーバースデーディーヨコニャンさん、ハッピーバースデーヨコニャンさん、おめでとうございます。おめでとうございます。シャチホコ、おめでとうございます。そっか、20歳か。そうだね、おめでとうございます。なお、ね、誕生日でしたよ。おめでとうございます。からのシャチホコ、はい、おめでとうございます。そしてですね、今日はちょっと調べたら、野際陽子さんって皆さんご存知ですか？合ってるかな？うん。あの花嫁のれんのに出演されてた女優さんなんですけれども、ご存知よ。ご存知ですか？そう、カノもね、花嫁のれんを見てた時があって知ってるんだけど、そう。もあの今日誕生日ということでおめでとうございます。そう、まあ、他にもね いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、おめでとうございます。で、その野際陽子さんなんですけど、ちょっと調べたら富山、今日の日本感触の富山のご出身ということで、おーってなったんですよね、一人で調べてて。そう、ちょっとなんかネットで、ね、なんか石川っていう情報も出てきて、ちょっとあれなんだけど、多分富山の方が多かったので、ね、富山出身なんだと思って、あ、そうなんだっていう話ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ではお待たせいたしました。早速カノンの日本完食に行きたいと思います。うん、あ、そうね、コメントにもそう、亡くなられ、もう亡くなられてるんですけど、でも本当にあの花嫁のねんで見ててすごく、そう、もう亡くなられたんだけど、すごく好きだったから、ちょっと伝えたいなって思って今日お伝えしました。そう、もう亡くなられてるんだけどね、そう、呼びかけるみたいになっちゃったね、おめでとうございます。はい、さあ、それではカノンの日本完食に行きたいと思います。スタート。さあ、ちょっとね、今日も調べましたね。じゃあまずどっちから行こうかな。ね、順番が大事よ。はいはいはい、え、まず富山県から行きたいと思います。富山県、こんな感じでまとめたんですけど、じゃあまず基本情報的な感じから。中部地方でして、北陸地方でございます。県庁所在地は富山市です。世界遺産、ちょっといろいろ調べた中で出てきたのは五箇山合掌造りっていうのだとか、あとね、建物祭りっていうのが出てきました。で、方言もね、ちょっと前ちょっとふゆっぴさんとやらせていただいた時にあったから調べてみたので、告白の言葉を調べてみました。ちょっとイントネーション、発音までちょっと調べることができなくて、そこがちょっと申し訳ないんですけど、想像して読むね。文字はね、調べたの、文字から言うと、やっぱり好きっていう意味で、やっぱ好きやちゃ、あとずっと気になっとったんぜ、すごい、ずっと気になっとった
ずっと気になっとったんで、ずっと気になっとったんで、ちょっとこれ発音が間違ってるからなのか、すごくカノンにはなれない、ずっと気になっとったんでそうと、私のことどう思っとるってのがあって、あ、これはとるんはすごくなんかちょっと似とる、どう思っとるみたいな、どう思っとんの、まあ似てる、とになるのは似てるかなって、うん、というかそう、結構ね、富山弁っていう風に出てきて、まあそんな感じですね。ちゃとかたんでるん、かわいいですね、かわいいでございます。さあ、そしてそして出身の芸能人の方は柴田理恵さん、森かんなさん、牧野ステテコさん、そして48グループでは NGT の中井理香さん、チーム8の橋本春菜さんがいらっしゃいましたね。このほう、ちょっと方言のコメント来てるけど、花嫁の連でどうやって言ってたかな、難しいやっぱ好きやちゃ、あ、ね、待って、と気になっとったんでダメです、やめときましょう。そう、柴田理恵さんとかぴょん、中井さんいらっしゃいました。うんうんうん、さあ、あとはランキングですね。やっぱ好きやねやっぱ好きね。はい、ランキングで言うと、都道府県魅力度ランキングは、あのちょっと2021年がまだこうしっかり出てないのか、ちょっとうまく調べられなかったので、2020年でいくと26位、2020年でいくと26位、住みたい都道府県ランキング2020は34位、うんうんって感じです。県民賞に出たことある、お、48グループの方がってことかな、そうなんだ、そうなんですね、感じになってます。さあ、ではここからは皆さんからいただいたツイートに出てきた食べ物をちょっと紹介していこうかなと思います。ツイート皆さんありがとうございます。今回期間がちょっと空いてたから、結構いっぱい出てきててすごく嬉しかった。かのんちゃんは行ったことあるのだ、かのんはね、かのんは行ったことあるのか、これカノン自身は微妙な感じですね、多分ないと思う、ちょっと思い出してみよう。そうで、じゃあツイートの方を見たところ出てきたものを紹介します。さあ、では一つ目から、マス寿司、寒ぶり、ホタルイカ、ひみうどん、かまぼこ、巻きかまぼこ、昆布締め、ブラックラーメン、白エビ、月世界、あと、かんこんたん、と、富山、ちくりんどのおまんじゅう、白エビ、気候で合ってるかな、これ。あとは、お菓子のティーゴ。おー。聞いたことあったのは、まあ、マス寿司、カンブリ、あとホタルイカ、飛ばしてたかも、もしかして、ホタルイカ、かまぼこだけど、巻きかまぼこは聞いたことない、まあ、昆布締めは、うんうん、ブラックラーメンは聞いたことはありましたね。ブラックラーメン黒いんだよね、黒いんだよね、
ブリはね、ブリはちょっと今回ここでは食べないんだけど、あの昨日の夜晩ご飯でブリの、あのお刺身を食べました。ブリのお刺身を食べました。あとはね、やっぱり おまんじゅうとかお菓子系もすごくたくさん出てて、その中にお菓子の T に漢数字で5って書いてあったの。最初読めなくて調べたら T5、 わおってなったんだけど、すごくあの色鮮やか、すごい柔らかい色、柔らかいけどっておかしいね、温かいよ、いろんなカラフルなお菓子でした。 T5、 T5、 そう、こうやっていろいろいただいたんですけれどもよ、いただいたんですけど、今日は何を食べるのかっていうことですよね。これどうしようかな、一回一回、一回一回切ろうか、どうしようか、滋賀県に行っちゃうか、どうしようかみたいな。ちょっと待ってね、結果的に食べるの？ティーティ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 ー、とりあえず富山県のいただこうかな。コブパンもあるの。おー、さあ富山県、うん、ありがとうございます。一回切ろうかな。とりあえず富山県の今回食べるものをご紹介します。それはでで、きみうどんです。イエーイ、きみうどん、きみうどん、さ、きみうどん、きみうどん、さ、きみうどん、きみうどん、さ、ということで25日青春ガールズ知っとるよ。そう、うどん来ました。ひみうどんを、あの ゆではしないです。ちょっとすごく大変なので、もう先に準備をしておいて、ひみうどんの方はもうすでに茹でて、あの水洗いしたものが入っております。そうで、今日はここにつゆを作ってあったかいうどんを完成させて食べようと、いただこうと思います。さあそれでは作っていくね、つゆ。ちょっとお湯を沸かします。グツグツいってる。さあそしたらめんつゆを80cc1:3 のあれで割合で作ります。なのでとりあえず80入れます。はい、おつゆを作ります。おつゆはって、そう、薄めるタイプ、割るタイプなんですよ。はい、お湯が沸きました。早い。そしたらお湯を入れて 320cc にします。まあ大体
はい、オッケー。ということでこちらのおつゆをかけていこうと思います。1個目分量じゃないですよ、ちゃんと測った。やけどしないように入れてくよ。おお、なみなみと注いじゃった。もうちょっと少なくてもよかったかも。でもできた。かまぼこ、今日はかまぼことネギを添えます。かまぼこよいしょ。おつ、おつって言った。おつ、こんな感じかな。かまぼこの角度が決まらないね。すごいなんかやりづらい。はい、オッケーです。さらおネギ、おネギもポッとさっとね、ちゃっと入れて、さあ牛丼が完成いたしました。ちょっと今回はキティちゃんの丼で可愛く食べていこうと思います。はい、そしたらちょっとなみなみ入れちゃったのもあってお見せすることができないので、今からタブレットでお写真を撮ってお見せしますね。少々お待ちくださいませ。はい、おー、センスが割れますね。もううどんだけデカデカと取りますね。はい、さあでは完成したひみうどんはこんな感じ。ででん、ででん、こんな感じでございます。おいしそう、いいですね、とってもおいしそうですよ。イエーイ。タブレット、あ、そう、タブレット復活しました。ちゃんと充電器変えたら充電できて、おいしそう、いいね。これ今ちゃんと今撮りましたからね、今撮りました。いろいろ映る、はい、ということで実際にいただいていこうと思います。あー、七味ね、七味もいいかもね。ちょっとじゃあまずというか、とりあえずね、こう辛くしないで食べようかな。さあではいただいていきますね。朝からうどんって素敵ですね。そう、あのちょい細めで、あ、なんか細、これは細麺なんですよ。なんか太い方もあるらしい。でもなんか細い方が基本みたいなこと言ってた気がします。では細いのいただくね。よいしょ。ではまず、まあ何の変哲もないんですが、いただこうと思います。しけんさん、しけんさん、おはようございます。いただきます。おう、伸びちゃうから早く食べないとね。うん、うん、
ゃめちゃ食べ手が出る。ちょっとうまくいかなかった。あ、そう、何の変哲もないっていうのはさっき、さこういうのってさ、ちょっと誤解が生まれるね。ダメだ、こういうのってさ、さっきさ、おつゆからいきますとか言うじゃん。でもおつゆはうちで作った何の変哲もないやつだったと思って、あ、やめようって思いました。その何の変哲もない。うどんは変哲がある、変哲があると言ったらおかしいけど、特別です。今日はうん、おいしい。つるつる、つるつるね、つるつる。めっちゃつるつる、おいしい。腰は、腰あります。腰もとってもあって、すごいつるつるで、とにかくつるつるです。おいしいです、つるつるで。ちょっと待って、食レポ、つるつるなんです。おいしいですよ。弾力もすごいね。もちもちしてる。好きですか、つるつる。すごいもちもちしてますね、麺が。つるつるしてるし、もちもちしてるし、こういうのはなんていうんだ、喉越しがとっても良いでございます。滑らかな喉越し、なるほど、そうですね、喉越し滑らかでございます。喉越し滑らかでございます。だしは効いてますか。だしは、はい、効いてます。だし、だしとても効いておって、美味しいでございます。美味しいね。ちょっとね、うどんうまく食べれん。すごい、あ、多分あのこの配信上を2階でやるから、うん、おいしい、おいしいです。ツルツルで喉越しがとっても容易でございます。そしてもちもちしていて美味しいです。弾力もあります。もちもち美味しい。これはカツオ、カツオでございます。美味しくて本当はまだまだ食べ続けたいが、ちょっと他にもいっぱいあるので、ちょっと取っておこうと思います。うん、うん、かまぼこ、うん、かまぼこも美味しいです。次がね、ちょっと食べれなくなっちゃうんで、この辺にしますね。さあ、美味しい。ということで、いただきましたひみうどん、とっても美味しかったです。美味しい。そう、食べきらないと伸びちゃうね。さらに伸びちゃう。いや、そう、2階は気圧じゃなくて2階はね、こうやっぱこうちょっと話してる間に伸びちゃったかなっていう感じは少しあります。食べてみたらダメです、お届けできないので、残りはあのすぬけが食べます。スヌちゃんも食べるし、スヌパパも食べるかも。よし、あとは任せろってね。はい、もっと食べたいんだけどね、カノンも。はい、ということで、
富山県ひむうどんとっても美味しかったです。でも本当に違うの、本当に違う。あ、今日は特別ですよ、ひむうどん特別でした。何が言いたいかっていうと、今カノはひむうどんの感想をめちゃめちゃ言おうとしてたんだけど、普段食べてるうどんと比べたらやっぱ全然違った、まあ、それは食べてるうどんが何っていう話なんだけど、カノンがやっぱその細さもちょっと細めの感じもすごくカノンは好きだった。でツルツル度具合は全く違う、まあ、種類、まあ、どっちがいいっていうわけじゃなく、ツルツル度具合やっぱ全然違ってツルツルしか言ってないツルツル具合違って、それもすごく喉越しにつながってるなって思うし、弾力もこのやっぱ細いから弾力はあるのよ、弾力もあってもちもちしてるんだけど、もう腰みたいな感じではない。まあそれ2階に持ってくる間があったんだけど、まあそのまますぐ食べたらまた違ったかもだけど、すごくね美味しかったです。味噌で煮込むかすごく美味しかった。とにかく滑らかでツルツルでした。ツル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 食べてね、皆さんぜひ食べてみてください。つむつむじゃないよ。さあということで、ひみうどんでした。ごちそうさまでした。さあでは滋賀県に移りたいと思います。滋賀県2階にキッチンを作るのは大変ですね。カギは友達、俺はツルツルじゃないよ、だってすごいすごい宣言が。ごちそうさまでした。はい、それでは滋賀県、じゃあまた。滋賀県ストップごめんなさいね、カノンさんちょっと大変大きな大きな進行ミスをいたしました。富山県もう一つありました。富山に戻ってきます。急いで急いで、はい、富山に戻ってなんでこんな忘れちゃったん。さあ先ほどもちょっと出てきた、やっぱ富山といえば白エビですよね。はい、アンコール、アンコール、そうアンコール来たよ、まだありました。さあそしていただくのはでね、富山の白エビのこれは何ですか、昆布締めです。昆布締めです、いただこうと思います。 これはあのわさび醤油で今回いただきますね。白エビの昆布締めなんて初めてだよ。いただきます。てれん、富山湾にしかいない白エビ、え、お上品、ちょっと楽しみですね。待って、白エビ、白エビだっけ、白エビ、白エビかも、白エビだ、白エビ、白エビです。シャレーラでわさび醤油、わさびと、あ、ちょっと入れすぎたかもしれない、あれ、白エビ、白エビ、味噌はね、ない、日本酒でしょ、だって白エビだよ、白エビ、白エビ、ちょっと、僕はってなってた、僕は食べてくれないのっていう目をしてましたね。わさび醤油100種類中、よし、すごい目の前にいたんだけどね。お、白子じゃないです、よし、できました。
さあじゃあいただこうと思います。白エビ間違えてたかと思ったな、ごめんなさい。そう、いただきます。美味しそう、甘そう。いただきます。うん、プリプリしてる。うん、美味しい。あー、昆布きました昆布きましたってちょっとおかしいね。昆布の香りがファーってきたよ。ちょっともう一回いただく。うん、甘いね。ねっとりじゃない、ちゃんとプリプリが残ってて、ちょっとね、でもそうなんていうの、甘エビって感じよりもちゃんとこうエビ感が残ってる、なんていうのかな、甘エビよりはお上品な甘さなの。甘エビよりはお上品な甘さで、このなんか締めてた昆布はあの一緒につけてもいいっていう風に言ってたから、ちょっと一緒に食べてみる。コリコリはねしてないかな。うん、おいしい、おいしいね。でもこれはきっとなんかさっきから出てるようにお酒に合う気がする。ちょっと大人。このわさび醤油はすごくおいしいです。だからわさび醤油だからそこまでこう甘いとかではないんだけど、大人です、すごくおいしい美味しいけどすごくお上品で、本当にもう見た目からしてお上品じゃないですか。つるつるさんはいないです。お酒は飲まないけどお酒は飲まないけど、県民賞で、あ、県民賞でやってましたか。そう、美味しいです。県民賞でやったのはちょっと変なこと言わないといいね。じゃあお上品なんです、さんちゃんみたいなお上品、ありがとう。産地では白エビと呼ぶが、標準和名の白エビとは別品種、白エビが正解。ありがとう、教えてくれて。理解できたかな。というかまずあれですね、白エビですね。ありがとうございます。お酒のつもりね。富山県は白エビと呼んでる、PR しているらしいからまあ間違いではない、まあ基本白エビですね。白エビです。でも富山の方は白エビと呼んでいて、それでも PR してるから白もうあのどちらでも美味しいです。美味しいとにかく美味しい。5月12日になったら食べれるわけ食べれるわけ、あの飲めるわけじゃないですけどね、お酒は。はい、でもすごく大人な感じでとっても美味しいです。さあ次の県に移りたいと思います。日本語って難しいね、だってね。まあ美味しいんですよね、とにかく美味しかったでございます。こちらもねまた後ほどいただいていこうと思います。昆布締め、そう、昆布本当にふわーってします。昆布の香りがふわーってします。食べると美味しいです。さあ富山ちゃんとチェック、富山終わったと思います。え、終わったよね終わりました。はい、では次の滋賀県に移りたいと思います。もう富山に忘れ物はないはず。富山行くよ、次滋賀に行くからね。ちょっと大崎、あんまりお話ししない方がいいね。指差し確認、こうやって富山のバット食べた、バット富山のバット
バット。よし、じゃあ志賀くんいきますね。さあ基本情報から、これ志賀県の、志賀県ノート、志賀県、近畿地方です。県庁所在地は大津市になります。まあ滋賀県といえばね、琵琶湖ですよね。はい、琵琶湖です。日本最大の湖となっております。ハートありがとうございます。あとは彦根城、そして彦根城ってきて、次もうひこにゃんですね。ひこにゃん可愛かったです。ひこにゃんは滋賀県の彦根市のキャラクターで、ね、彦根市のキャラクター可愛かった。さあじゃあ方言ですね。方言は大海弁っていうのがあるらしくて、まあ、これはね告白は調べてないんだけど、くんめっていうのが出てきたんですよ。くんめなんだと思いますか。くんめ、くんめ、くんめイコール消臭力、あちょっと待って、そうくんめ消臭力じゃない、ちょっと待ってね。そう SK のライブ、そうそうそう、ちょっと後でもね、先あれやっちゃおうかな、ツイートの方に行くんだけど、あのこう SK のね全国ツアーがあったっていうことで、あのツイートにね、こう須田さんがソロ曲の今の私じゃダメなんだですね、前ちょっと披露させていただいた、そう、それをソロ曲を初披露したらしいんですよ。そこでそう初披露して、で会場がもうすごい、もうサイリウムがね赤に、須田さんの赤色に染められて、もう涙したよっていうのね、須田の覚えてますっていう思い出があって、それをツイートしてくださってる方がいて、おおと思って、ファイヤーですね、須田さん赤だから、そうなんだと思って読みましたそうクンメね、そうクンメはスルメじゃないです。わかんない、クルナ、クルナではないです。そう放送できますよ。じゃあいきますね。クンメの意味はドゥルルルルルルデン、お年玉です。だから今年のクンメはちょっと多めにしといてねみたいな例文も出てたより、ようにクンメはお年玉でございます。クンメはお年玉です。クンメ、クンメはお年玉。あとは生漬けないは怠けているだらしないとか、そういう感じです。クンメ視聴者プレゼントはないです。おーと思って、クンメ全然さやっぱ違ったからさ、お年玉クンメ、そうなんだと思って、クンメはですねもうもらう年じゃなくなりつつあるらしくて、ピエンです。クンメお待ちしてますとか言ってクンメお待ちしてます。はい、さああとは出身の芸能人ですね。出身の芸能人はあのさっきも出た西川貴教さん、まあお名前は出てないんだけど、消臭力ですね、消臭力、西川貴教さん。あとは高橋メアリージュンさん、あのお写真を見たんですけど、おお、この女優さん、女優さんでいいと思う。 そして松井和代さんだったりとか、あとは AKB グループでは城西レイさんと NMB の方とチーム8の浜さゆなさんがいらっしゃいました。あ、姉妹、あれかの誰か、あーそういうことか、高橋姉妹、そういうことね。ちょっと今日はメアリージュンさんしかかけてないんだけど、両西さんところも姉妹なんですか。カノンじゃあ、え、カノンかけてないかな、見忘れちゃってたらごめんなさい。こちらどうも、あこんな感じですね。あもう、あ
もうやめてらっしゃるのか、そういうことね。さあ、そして最後ランキングは都道府県魅力度ランキング2020が37位、そして住みたい都道府県ランキング2020が26位ということになっておりますので、っていう感じですかね、順位は。主権さんありがとうございます。思ったより低い印象的にですか。ちょっとカノンは本当に知識がこの日本完食をやる前がなさすぎて、思ったよりとかはなかなか言えないんですけど、カノンはね。でも確かに琵琶湖、日本最大の湖がありますもんね、魅力度ランキング低いね、思ったより。もうちょっと上にいてもいいんじゃないかっていう。その件によって本当にいいところがある、いいところがありますので、それをねいっぱい見つけていけたいなって思います、この企画でね。そう君が思ってるように。はい、それでは次はツイートの方に移ろうと思います。ツイートの食べ物で出てきたのはですね、でっち羊羹、近江牛、近江牛、ちょっと読み方はどっちもあるかも。あとは船寿司、あとはいぶきそば、サバそうめん、赤こんにゃく、サラダパン、クラブハリエのバームクーヘン、ひこにゃんのひこどらかわいい、糸切り餅かな、しんこ団子、みーてら力持ちという感じですね。牛が出てきましたね。牛、近江牛。サバそうめんがめちゃめちゃ気になるんだけど、サラダパンもあるよ。でも今回はサラダパンではないですね。ちゃんぽん、ちゃんぽん、そう、赤こんにゃく、赤こんにゃくは見たことありますよ、食べたことはないけど、赤こんにゃくすごい本当に赤かった。あとはその、最近はあんまないかもっていうあれだったけど、アユとかもね出てましたね。すき焼き先に行っちゃった。行っちゃった。西川さんが紹介してたサラバン、サラバンではないです。なずし外れか、まだ行ってないよ、食べるもん。さあ、最近はブラックバス、はあ、年でございます。じゃあ早速ちょっと食べていこうかな。もう、あ、そう、サラダパンは行っちゃった。サラダパンはないですって言っちゃった。そう、サラダパンではないんですね。赤かぶ、どこだろう、岐阜だっけ、どこだろうね。さあ、今日いただくのは滋賀県もですね2つあるんですけど、まず最初にいただこうと思うのは、ドゥル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 ドゥン、てれー、なんだ、こんにちはわかりましたか、こんにちは、いかん、違う、言えたさあ、正解飯じゃない正解は、あ、出ました、僕たちはアユでございます。ということで、今回はアユの姿煮をご用意いたしました。イエーイ。おー、アユ、アユ来ましたよ。アユ、アユ、ね、
木村屋さん木村屋さんの鮎の姿煮でございます。すごいよ、姿煮だよ姿煮、鮎の姿煮、朝からいただいちゃうぜ。そう、丸ごとなんですよ。だからちょっと今日はこれを頭から食べたいなと思って準備した。開けてきます。また日本酒ちょっとお酒に合うものが多いのかな、こう特産とか調べ、分かんないけど。すごい、お味噌の匂い。ピチ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 、うん、おお、姿煮って結構なインパクトだよね、思うけど。さあ、うな寿司ね、カノンも食べたかったんだけど、ちょっとおとり、まあ、カノンの準備もが間に合わなくて。そうだけど絶対どこかで食べたい、どこかで船寿司は挑戦したいって思ってるから、もしかしたら臨時でやるかもしれんよ。船寿司だけ船寿司配信、臨時カノの日本完食やるかもしれないから。アユはね、アユの姿煮なんだけど、アユはあれなの、スヌジンチでめちゃめちゃ食べた。アユすごい。アユのこう取るのよ。ちょっとアユ何っていうか分かんないんだけど、あの漁をするんです。あのスヌジーの家の前が川なんですよ。スヌジーの家のも目と鼻の先が川なんですよ。そこにアユがいるので、まあ、そのアユを捕まえるっていうことですね。網とかを使って。取れる。そうそう。とあとはお祭りとかでもああいうって感じ。つかむ。砂川ではないですよ。でもすごくもうそれだけ自然豊かなところで、ああいうはもう取れる。でもう塩焼きとかさ、よく食べる。はい。じゃあちょっと食べてみようと思います。おお。頭から行くことないやカノン。どうなるかな。いきますよ、いただきます。せーの、うーん、めっちゃやかい。ちめっちゃやかいよ。おいしい。味が濃い。朝だからかな。ご飯が欲しいよ。いいね。鼻がすごかった。やわらかい。ちゃんと煮てあるからね、かな。おいしい。え、勇気持って頭から言ってよかった。なんかピョンってなっちゃった。すごくおいしい。ほんでももう煮てあるから全然苦にならないというか、いる骨って感じ。いますか骨さんっていう感じ。いないのこれ。いるよね、姿煮だもん。くしゃみもない。おいしい。めちゃめちゃちょっとおいしくってめっちゃ食べてたけど、味が濃いからご飯がないと大変だね。ご飯が欲しい感じです。ご飯に絶対合う。濃い濃い、福はうち。すごいね、味濃い、しっかりしといてる。
美味しい。いや、朝から贅沢ですね、いっぱい食べて。ちょっとご飯ないからお茶をいただくね。すごく美味しいですよ。うまっ、うまっ、うまっ、濃いうちフラッ、お、濃い。緑茶なんて麦だけ言ってたらちょっと怪しいね。麦茶ですよ、麦茶。はい、福は内お茶漬け。あー、なるほどね、いいかもしれない。お酒も多分合うと思う。とにかく美味しいですビール、あ、なるほどね、何でも合うんじゃない。何でも合うと思うよ、何でも合うね、きっと。そう美味しかったです、ありがとうございます。じゃあこれもね、あの後で美味しくいただきます。まだあるので、今日はまだあるのでね、もう贅沢すぎるね、朝から、日曜の朝からもう本当にいただいちゃおうと思います。チョコには合わないよ。おー、さあ、じゃあ今まで結構ね、ご飯ものをしっかりいただいてきましたね、とっても美味しかったということは、次は甘いものですよね。甘いものということで、今回ご用意したのはチュ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 、クラブハリーのバームクーヘンでございます。イエイ、クラブハリー、クラブハリー、別腹来ましたよ。ザザンザザン、はい、来ました。こちらにバームクーヘンが入っております。まだ匂わないですね。はい、じゃあ開けていこうと思います。開封の儀、あげません。ビリ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 、カウンちゃん的メインがあって、そんなことないよ。飛べる？おはよう。食べる。盛り上がってまいりました。今開けなきゃかな。かぶりつきはやめとこうかな、とりあえずそう、かぶりつき、バームクーヘン、よし、いきます、せーの、まだ全然見えなかった。せー、ちょっと待ってね。せーの、パッバカバーン。バームクーヘン。そう、ホールのやつ今回。いいね。紙しか見えてなかった。美味しそう。あ、しまった。切るものを持ってきて。切るものを持ってきてないよ。おっきいね、これ一番小さいサイズなのに。おっきいよ。もしあっという間かな、食べたら。はい、いい感じ。さあ、そして今日はですね、一人では食べないよ、さすがに。食べようと思えば食べれるかもだけど、かぶりつかない、わざとじゃない、本当に違う、一名様にあげないし。はい、で今日はこの、せっかくね、クラブハリューのバームクーヘンを食べるということで、ブラックコーヒーに絶対合うと思って、今日はちょうどね、少なくなってきていたので、ででん、ブルーマウンテンのコーヒーを
入れていこうと思います。じゃ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 、いいやつじゃないこれ、多分これ香り嗅ぐやつ、ここのはなくて違うか、何かわかんないけど、ブルーマウンテンです。ちょっといいやつ、バカ高くはないけどって感じ。特別にブルマンじゃん、ブルマンじゃん、ブルマンよわかんない、ちょっと飲んでみる。やっぱでも今までも結構コーヒーのお店で買ったりとかしてたから、チョキチョキ、お正月に飲んだよいつも。だっておお、そうここで引きます。16歳とは思えない。例えばブラックコーヒーはもともと好きで、あめっちゃいい香りが、そうなのよ、豊かな香り、贅沢なひととき、上品な香りと素材にこだわった香り入り豆で、あなただけのコーヒータイムをしちゃいます。ちょっとうまく切れてない、あもうこれだけでいいよ、香りだけでいいわってぐらい香りがすごくいい。ちょっと待って、うまく切れない、もうなんか香りが逃げちゃってる気がするぐらい香りがしてる。このままもなんか無臭になっちゃうんじゃないかってぐらい香りがしてる。あー美味しそう、じゃあいつものようにミルちゃんで行っていくぞ。ちょっとこれは気合を入れてさ引かなきゃいけないやつじゃない、そんなことない。あーいい香り、香り逃げちゃダメだよ、急いで閉じてあげるから待ってね。画面越しでも伝わりますか、お豆聞いていくよ。ちょっと近くで嗅いだら強すぎた。ちゃんとテープもついてるのね。優雅な香りとまろやかな味わいって。なんかオールマイティーな感じじゃない？これ苦味も酸味もコクも星三つ。ピント合ってないって感じです。はい、よし、ゴリゴリしまーす、スタート。一定にゆっくり、あ普通ぐらい硬さは多分日によって違うかもだけど、なんか前のやつがすごい硬いのとすごい柔らかいの、これはその間ぐらいですね。香りは香ばしい、香ばしい、でもちゃんとこうなんかほわって感じがある。で近くで嗅ぎすぎたらちょっとチクッってなった、キュッキュいってるよ。バリスタカロンさん、痛いって豆目線ですか、星3つでございます。サザエになっちゃった、サザエさんになっちゃった、3つでございます。お魚くわえた、ぐるぐるぐる、電気ミルガッガッ、うまくできてるかって言われたらわかんないけど、ちょっとやってみる。ブルブル音符ありがとうございます。バナナ引く音いいですか、じゃあ消しだよと。さて来週のサザエさんは、全然思いつかない、音うるさいねだって
もう許して、許してください。サザエさんがお魚加えてるんですか。サザエさんが追いかけて、わかんない、お魚加えた、サザエさんじゃない、猫だよね。あ、そう、昨日ゼロポジ見ました、ありがとうございます。最初の方にもちょっとコメントがあったんだけど拾えなかったんだけど、ゼロポジね、そう、残念ですね、脱落してしまいました。サラサラになる前、そう、あの粉を作りますよ。これは音がなくなるまで、もう豆が引き終わるまで、もうあの引き終わるともう軽くなります。もうくんくん回るようになっちゃう、これグググググって回してるやつが。ゼロポジ大喜利センスある、本当本当にすごい、もう大喜利ね、もうずっと冷や汗だった、手に汗握りしめてぐらいの勢いだったよ。だって大喜利なんてやったことないからさ、やったことあるけど、そんなに本当に本当に、なんじゃないよ、本当に本当に初見の写真とか見てみたいなのは初めてだったからさ、前ちょっとやったのはさ皆さんにっていう感じだったし、配信でやった時はありがとう、よかったって。そうだ、引いて引いて、ダメダメダメじゃない、引くよ。サロ帰りは面白かった。みおちゃん面白かったね。マキコさん怒ってないよ。すごく優しいよ。あ、音がなくなりました。軽くなりました。やっと。やっとこさ。よかったぜ。でも、おー、弾けたよ。めっちゃ香ばしい。香ばしすぎるね、これは。ちょっと大丈夫かな。粉を入れて、あ、お言わせてた、段取りが悪い。今日もスムカップいただいて、お気に入りのやつ、もうこれしか使ってない、コーヒーは。はい、入れるよ。美味しくなれ、ゴリゴリギュンゴリゴリギュンはやばいな、くるくるキューだね。脱落者の紙は持って帰ってないですよ。ドアップやめます。軟水ですか硬水ですか、わからないです。普通水です。滋賀のコーヒーではないですね。リングライトが切れた。ハートありがとうございます。ハートハートハート、びっくり、バームクーヘンが待ち遠しい待ち遠しいよ。ちょっと映してくれるからね、頑張ってきたよ多分。コアミさん、ジャマイカ、ジャマイカ、ブラジル、ほか生産国、おいしそう。大喜利カット、そんなことないと思う。生クリームいいよね。お餅、せんべい、せんべいか、せんべいっていうものか、おせんべいいいじゃん、おせんべい大好きよ。さあ入れますよ。慎重にやらなね今日。なんかすごくいい気がする、なんかすごくいい、なんか入れた感じすごくいいです。なんかモコモコしてる、すごい入れた時にめちゃめちゃモコモコしてる。だるまちゃんありがとうございます。え、めっちゃ回る、皆さん回る、だるまちゃんありがとうございます。
おはようございます、しゅきんさん。すぬちゃんが寝たら全部食べてしまい、すぬちゃん激怒。なんでバームクーヘン食べちゃったの。モコモコしてる。よし入れるよ。お湯を注いだ時にさ、モコモコしてる。今までよりもすごく。できるだけ細く入れてるよ今日は。これこんな大きいポットで。ゼロポジ頑張るよ、ゼロポジ頑張るよ、ぜひ呼んでねって。琵琶湖の水なのね。そうもう朝から取りに行くのが大変で、なんでやねんなんでやねん。誰もし、ありがとう。食レポ食べてないけどね、食見た感じモコモコしてます。だるまちゃんありがとうございます。だるまちゃん映してもらえてればゼロポジは最後までいますよ。実験いい感じできた、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 できた。コーヒーが入りました。おめでとうございます。じゃあ一杯分。そんな、おお、そんな多くなくていいからね。そうな感じ、深いお味がしそうな香り、深い香り、香ばしい。ちょっとこれちょっと今日は蓋しないで。さあ、じゃあまずちょっと一回 お茶でお口を整えて、整えましょう。フェスティバル、肩を回せないと踊れないね。そうだね。香りが分かる女、深い深い、苦味が強そう。さあ飲んでみよう。じゃあバームクーヘンを開けるよ。バームクーヘン、バームクーヘン本当に切るやつがないからかぶりつくね。ガチめに。出すかい？これはさすがにやばいよね。かぶりつくにしても、え、そういうことかな、かぶりつくって。皆さん助けて。あー、もうふわふわしてる。傷つけちゃう絶対こんな。取るときに。うわー、美味しそう。かぶりつくやん。じゃあこのもう美味しそう、見て輝いているよ。食べるね。いくよ、やっちゃうよ。そう、真ん中がゼロだからゼロカロリーだよ、教えてもらったからね。いくよ。ダメだよ本当に、食べ過ぎは注意。はい、取るよ。はい、チーズ。幸せー。うーん、おいしい。めちゃめちゃふわふわ、めっちゃおいしい。よしよしよし、コーヒーコーヒー、ふわふわ。
っても口の中が幸せ。もちもちありがとうございます。ブラボー、この美味しさに拍手を。さあすごいですね。はあすごい、ブルーマウンテンすごいです。香りをうわっって感じ、うわもううわっって感じ、深いです。とても多分深い香りでございます。苦味もいい感じ、酸味もいい感じ、しかもまろやか、酸味あんま強くない、すーごい。ふくわうち、深い香りでございます。どうもよろしくお願いします。願いさん、深い願いでございます、ね、違う、願いさんじゃないですよ。おろしました、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとバームクーヘンさ、これカノンさ、これこれすごいよ。どうするこれってさ、周りだけさって食べたらさ、もういいとこ取りじゃない、この甘いのがついてるところだけ。そんなことしたら激怒だな、すぬちゃん。ちょっとボロボロ泣いちゃうけど。バームクーヘン考えた人すごいですよね。なんであんなに何回も何回も生地をかけて回してお菓子を作ろうと思った。見てふわふわ、お下がりじゃないよ。うん、お上品な甘さです。ちゃんと甘みあるけどね、うん、おいしい。とにかくふわふわ、卵の卵だよね。簡単、味が素晴らしい。なんか卵の良さが出てる気がします。おいしい。おいしい。ツルツル感はないです、ふわふわ感。ドイツで、うん、香りも、うんうん、美味しい。ちょっと大胆な食べ方になっちゃった、止まらんね。でもまだこんだけだから、ちょっとそんな見せるものじゃない、こう見せればいいのか、こんだけだから、もうちょっと食べても怒られないんで、もうちょっと食べる。なんかついちゃった、ついちゃった。贅沢モーニング、今日は贅沢すぎるモーニングですね。腰はないです。やっぱデザートはすごいですね。ちょっとティッシュで拭いてきます。すぬちゃん来るかな、分かんないや。ちょっとフォークで頑張って切って、もうこれで終わりにします。あとはしまっておきます、すぬきのみんなに。爆食ラジオ、デザートはこれがデザートでしょ。咲いたありがとうございます。あ、でも大丈夫です、今日は動くことがもう決まってるので。修行券忘れてないよ、ハートありがとう。今食い気かの、食
食いけかな。おいしい。やっぱここはすごいよね。おいしい。おいしいな。すんちゃんもでしょ。久しぶりに来てみました。楽しいの聞くしてる。おいしいよ。楽しい。とってもようこそようこそ。花より団子とはまさにさんちゃんのことだね。その通り。お上品。ランニングが追加されちゃった。ヨケカノンは当分来ない気がする。カノンのファンだとわかんない。ある一つで色気カノン。うん、美味しい。ふわふわで卵のちゃんと卵がちゃんと生かされてます。ふわちゃんだよ。ふわちゃん。ファムクヘン買ってきて。こういうだって色気満点のカノンちゃん。なんか違うんだよ今のところカノンも違います。今のところね。わかんないけど美味しい。フルマラソンしないよ。あ、美味しいね。そういえばミネちゃんは身長155センチらしいよ。カノンちゃんやばいね。そうなのよ。もうアナンちゃんはとっくにヒュイッとこうやってったでしょ。多分ミネちゃんもドッグねヒュイってこうやってくよ。カノンのこと素敵です。生クリーム絶対美味しい。床にこぼしてないよ。カノンちゃんの苦手なオイル気分一個。何やにアピール。何ふぐく萌え台詞泣き顔だもんね。だってちょっとなんか大丈夫かなかのやっていけるかしら。満足です。大満足。今日はひみうどんから始まって白エビを食べて鮎を食べてバウムクーヘンを食べてコーヒーを飲んで、美味しい。さあ、もう1時間半も経った？そっか。じゃあまず挨拶をしましょう。富山、滋賀、県さん、ごちそうさまでした。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 あとは寝るだけだ。いいですね。寝ちゃダメです。寝てるともうあれですよ。生づけないって言われるか生づけないって言われるからダメです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあさあ、牛になっちゃうね。このまま寝たら。あ、そうだね。
次のやつをタブレットで決めないと。そうね、ちょっといっぱい食べたから、あのいっぱい食べたからというか、あの今年の目標である筋力をつけるためにカノンさんはですね、ある決断をしました。はい、そんな大きなことではないし、今からやるかどうかが問題なんですけれども、ジムに行ってこようと思います。今日はちょっとまだ予約が取れてないんで行ってないんですけど、ジムに行って体を動かして腹筋を割る、頑張ります。腕立てもできちゃうかもしれないよ、知らないけど、まだ頑張ろうと思います。ポケモンのジムには行かないですよ、今から決めるからね、次のやつ。バキバキか、バキバキミートみたいなジムはしません。ルーレットルーレット、よし、じゃあルーレットしてるよ。そう、熊崎さんの腹筋すごいよね、あれはもうすごい、もう美しすぎるね、すごすぎてもうちょっとびっくりしちゃうぐらい。そう、何にしても必要だからね。そう、でもジムあれ、あれじゃないですか、今コロナだけど、なんかパーソナル的な感じで、あの見学に行ったんだけど、対策もめちゃめちゃ今すごくしっかりされてて、消毒とか検温とかアルコールとか、そうすごいから対策バッチリです。腕立てゼロで腹筋割れてる人、そうだから腕立てもしなきゃね。ジムって言葉だけでコメント欄が大喜利です。楽しいショールームですね。さあ行くよ。じゃあ今日は富山編、滋賀編をお送りいたしました。とても美味しかったです、ごちそうさまでした。そしてちょっとね、富山とかのこともまたカノンの中に入りましたので、次の県を選びたいと思います。じゃあ2つ選びますね、いくよ、スタートするよ、いい？いい？そう、いくよ、せーの、プルルルッルー、何県？長崎県、イエーイ、長崎県です、パシャ、いいね、いいね、てれれてってれー、なんかさっきカステラ券、ちゃんぽん、お、いっぱい出てきてる、ちょっと待ってね。さあそれでは続いて2つ目の券をカヘニャンさんに、あ、そうじゃん、カヘニャンさんに聞くしかないじゃないか、これはカヘニャン券ね、カヘニャンさん呼べたら嬉しいな、それはそれはすごく。さあ行くよ、2軒目、せーの、おー、東京、来ましたね東京、はあ、結構なんかあれですね、今回はグルメな感じかな、イメージ的に、うん、よし、じゃあパシャいます、パシャ、あ、よしよし、危ない、じゃあね、決まりました、次の県は東京都と長崎県。
小池さん。そういっぱい出して、じゃああれですね、今度次次回は東京と長崎県ということで、東京の美味しいもん、長崎の美味しいもん、そして東京長崎にまつわるエピソード、行った時どうだったよとか、こんな思い出があるよとか、こんなところがなんとかだよとか、まあそういうお話も聞かせてください。ツイートでカノンの日本完食、そして今度は今富山編と滋賀編になってるけど、東京都編、長崎編にをつけてぜひ教えてください。よろしくお願いします。さあそしてあともう一個あるんだな、今日はもう一個はね、何かっていうと、カイアンとアイアン、カイアンさんとアイアンさん、ちょっと交渉してみようかな、やってきてくださったらもう素敵なことじゃない、ちょっと交渉開始ですね、失礼のないようにお忙しいと思うから、でれれれ、あれだね、カイアンさんにとりあえずちょっと交渉をそうなの、次は長崎なの、いろいろありそうですね、東京都と長崎。さあでもう一つあるとお伝えしたのはですね、愛知県の食べ物の方のね、ツイートもぜひぜひお待ちしてますっていう風に言ったんですけど、早速届いていたんですよ。そうなのでちょっと紹介しますね。ハートありがとうございます、ハート。ではまず一番最初は住吉のきしめん、いいですね。きしめんはですね、この住吉さんだよね、合ってる、ちょっと確認、食べると住吉でしょ、違う、住吉さんで合ってる、そうなの、きしめん、ここはカノンも、そう駅にあるやつ、そうカノンも使うカノンも使うっておかしい、行く時にやっぱ食べちゃうよね、てか食べたいもん、食べたい、時間、最近はねちょっとカノンも乗らないけど、コロナで行くこともないから、美味しいです。あとはですね、栄地下の天ぷらエビの屋さんっていうところがあるらしくて、もうサクサクの天ぷらと明太子が食べ放題らしいんですよ。え？明太子が食べ放題？おお、新しいジャンルですね。明太子が食べ放題らしいので、ちょっともう天ぷら好きの方、明太子好きの方はぜひ行ってみてはどうでしょうかということですね。栄地下エビの屋さん。確かに明太子こうバクバク食べるあれはないよね、イメージは。でもなんだかんだ食べちゃってるかもしれない。はい、次、名駅から約15分の串カツのんき屋さん、のんき、いい響き、のんき屋さん、県外、こう書いてたのね、県外から来た方には串カツじゃなくて味噌おでんにチャレンジしてもらいたいですっていう風にツイートいただいた。味噌おでんだって美味しいよね、まあ、串カツもねもちろん食べていただきたいが、この味噌に、名古屋味噌のおでんにチャレンジしちゃってぜひっていう感じですね。あとは西区平ってところの台湾ラーメン紅葉さんで、これ合ってます読み方、コンコンコン、ウームクーヘンちょうだい、おーするじゃん、おはよう、めっちゃ寝起きですね、眠たい。はい、こちらバームクーヘンです。どうする、下に持ってく感じ、わかんない、食べるここでいいよ、どっちでも食べていいよ、え、それはさ、あれかぶりつくの、こっちにする、かぶりつく、あ、こういうのだったんだ、そう、切る、フォークで切る、はい、貸して、少々お待ちください。
か見たことない。あ、本当なかった。なんかでテレビとかで実際にね。切るよ。なんかさあ、すぐさあなんか言ってたよね前さ、あの食べたいってバームクーヘン言ってたかも。よいしょ、ちょっと食べたいよ。よし、おいしい。はい、どうぞ。ありがとう。いただいちゃって。すなちゃんと砂遊びしたいなってしてあげてん。食っとる。おいしい、おいしいよ。うん、おほん、うん、すいちゃんの飲み物はだって飲むわ。お茶なに、飲み物いる、うん、後ででいい、うん、ブラックコーヒーすぬちゃんいけたっけ。ブラックコーヒー飲んでみた。飲んでみたい。飲んでいいよ。ブルーマウンテンだからね。ブルーマウンテン、ぜひ飲んでみて。うん、美味しいよ。熱っぽい飲み物。どうですか？苦い。苦いぞ。なんか美味しいけどさ、うん、なんか。うん。やばいね。何？ちょっと大人、ちょっと大人かなみたいな。うん。でもこれ食べたら一瞬で治る。うん、治るな。やっぱね、あれですね。すねちゃん、まだまだお子ちゃまですね。そう、でも飲めてすごいね、確かに。あ、もう飲めて、もうダメって感じではない。うん。ちょっと美味しいけど大人かなみたいならしいです。あ、ここカリカリなやつ。小さんですからね。ちょっと早いですね。そう、パリパリのやつ、パリパリパリまではいかんけど美味しいよね。パリパリのケーキ初めて。いろいろと初めて。うん、いいじゃん。東京出身はあやさんだけなの。うん、なるほど。ウシャイブエス9歳。あれ、カノン、カノンがコーヒーバウトやめてください。うん、苦いって。おはよう。すーちゃんよかったね、バームクーヘン。シガーのおかげだね。さあ、おつまこ、おつまこさん、おいしいが、おいしかったね。さあ、あとはね、そうそうそう、ん、何をやってたっけ。あ、ご紹介したん、ご紹介してる途中だった。西久平の台湾ラーメン、紅葉さんで合ってるの、そう、孤独のグルメでも紹介されたらしいです。ちょっと抜けます。バイバイ、戻ってきてね。そうで、あとはこれはね、お時間がある方にっていうことで、西区のモズワンダーシティだって、いかがですって。おしゆきさんも、あの、おしゆきさんも訪れたそうで、あみちゃんさん、あみちゃんさん、名古屋飯ぜひ、愛知に寄った際には、まあ愛知の方もぜひ、めっちゃ近所ほんと、ぜひぜひ食べちゃってください。食べてね、まぜそば。おお、すんちゃん、すんちゃんさ、あれや、あれも食べて、あゆも食べてみて、ちょっと、あゆ、うん、あゆ、頭からガブーってめっちゃびっくりしてる。食べてみて。はい、美味しかった。美味しい、美味しいよ。お魚ってレジャー情報ですかが、あ、こういうので作ったの。どういうの、これ、んこれ何、どれ、これ、これはエビの、白エビの入れ物。白エビ？
白エビ、これエビ。あうわなんかすっごいお魚って感じ。お魚、ね、すっごいお魚だよ、もう魚のまんまだよ。魚だもんね。ガブッ、おーいった、もぐ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 、おーすごい顔してるよ。どうですか順番にもね、あ確かに、どうですか。笑ってる笑ってる、ちょっと大人でした。痛い、肘痛い。まあちょっとね、あのバームクーヘンの後だったから、あゆのこうコメントが来なかったね。カルシウム豊富ですねきっと。おいしい。頭がちょっとチャレンジすぎたかな、うん、どうだろう、硬かった、ちょっと本当？お腹の方は柔らかい。まあね、そりゃお腹と比べたら硬いわな。ちょ順番間違いだね。おいしい、お腹おいしい、そうです、お腹おいしい、やっぱりタンドリー。卵、あ卵あった、うん、そう、いいな、食べる、うん、ほら大丈夫、おおいいじゃん。卵おいしい。卵あった。卵おいしいって。なんか卵の枠ってなんかちょっとふんってなるんだよね。ふんってなるの？なんか膜？膜？卵を管理されてる膜。さあじゃあがふくっとなる。ふくっとなりますか。子持ちでした。当たりのやつさーだって。イエイ。イエイ。イエイって言ってる。さあ今日はまあ朝からいっぱい食べましたね。すずちゃんもあゆもバームクーヘン、バームクーヘンからのあゆっていう。ちょっとすごいすごいんですけど、バームクーヘンもう一回食べますか。食べます、食べます、っておいしい、おいしいって、食べて食べて。卵のおいしさね、すごいよね、卵すごいよね。カノも最近になってちょっと好きになった。あゆと混ざってる。あゆと混ざってる。それは最悪だ。混ざっちゃったら最悪だ。一個ずつ食べればすごく美味しいけど、あゆとバームクーヘンは最悪。子供的お口直し。お茶を飲みますか？戻ってきた。大丈夫？お茶いらない？飲む。あゆクーヘン最悪やん。あゆクーヘンはちょっと大変だと思います。お口の中パニックパニック。あゆです。あゆ、シーン、こういうバームクーヘン給食に出てほしい。給食に出てほしい、うん、バームクーヘン自体出ることあるっけ。ないね。ないよ。クラブハリエ。あゆクーヘンもやばいよ。やだ。あ待って、バームクーヘンのこれちょっと読めない。カンロニ、カンロニ、これカンロニってもの。バームクーヘンの姿にって面白くない？面白くない。バームグクーヘンの姿に。バームグ？クーヘン、バームクーヘンの姿に、姿に、うん、バームクーヘンもにいるの。ちょっとよくわかんない、やめとこう。ひみうどんにバームクーヘンのせ、大変だわ。すぬちゃんと二人ジム通いを決定だって。すぬちゃんも行きますか。すぬちゃんも行きますか、ジムに。, 笑ってる。真ん中に詰めれば、あー確かにスペースは確保されてるね。手がかかりすぎるか、バームクーヘンね。嫌いにならないよ。バームクーヘンってさ、なんかあんみたいなのがあってさ、あの、なんかこういう棒みたいなのがあってさ、うん、生地巻いてさ、うん、塗ってるやつ？そう。生地巻いてというか、生地をかけて焼いてというか。まあそんな感じ。塗ってる時あるじゃん。
バームクーヘン、うん、なんとなくこうやって塗ってる時あるじゃん、うん、あれ何塗ってるの？透明のやつ、透明のやつ、お砂糖じゃない？あ、これお砂糖じゃない？これ塗ってるのかな、わからん、お砂糖を塗ってるのかもしれない、お砂糖がシロップを塗ってるのかもしれない、バターを塗ってるのかもしれない、うん、バターかもしれない、とりあえず美味しかった、美味しいね、うん、食べたら眠くなってきちゃった二度寝しちゃう、砂糖をまぶしてる、おバターン、よしシャキッとしよう、ということでごちそうさまでした、ごちそうさまでした、これにてカノンの日本完食を終了したいと思います。さあ行きますよ、一緒に、せーの、ごちそうさまでした、あゆよしあゆだー、あゆあゆ、そう、ごちそうさまでした、あゆ、なんだこれ、口ばしじゃん、あゆでした、あゆあゆ、じゃあ、あとなんだろう、これ書いたよ、これ書いたけど使うの忘れてた、じゃーん、ハッシュタグいっぱい書いた、おはようさんちゃんラジオ TV ニート頑張っています、カノンのカノンやんのか下克上2票目をさんちゃんへよろしくお願いいたします、ギターは練習中ですが頑張ってみて、コードとかね練習してるよね、そうで、なんかアルペジオとかもちょっとかじってる、タコドゥ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 、タコタコヤコハミ、あ、そういえばね、学校でね、なんか三角形で丸々を作ろうっていうのでね、タコ作ってた子いたよ、うん、三角形で、三角形、三角形はイカじゃん、何個か集めて、で、ちゃんと詰めるようにね、あのとんがってるとこととんがってるとこはくっつけちゃダメで、うん、ちゃんとこういう辺をくっつけてなんかを作ろうってやつでタコさん作ってた子がいる、あ、ほんと、うん、すごかったよ、普通にめっちゃ上手だ、一歩目はすねちゃん、一票目いいですよ一票目いるいろいろつもりですけどありがとうございます、一票目はもうすごく嬉しいです、二票目も、二票目迷ってる方ぜひ2票目よろしくお願いします、ちょっと飾るとこ作っとこう、マイクスタンドがちょっと近くに置けば多分飾れると思います、ダブルシッターに押してくれますか、くれますか、そう、カノンやんのか下克上やんのか、やんのか、よろよろよろしく、キヨキ一票、よろよろよろしく、愛の一票、よろよろよろしく、情け一票、未来へ夢を一票、わお、1票目なきゃ、に1票目なきゃ、カノンちゃんどうもありがとう、そうそう、1票目、1票目もとっても嬉しいけど、やっぱ2票ということで2票目大事なので、ぜひ皆さんよろしく、すねちゃんも覚えた、よろよろよろしく、キヨキ一票、よろよろよろしく、愛を一票、よろよろよろしく、情け一票、右へ夢を一票、わお、はい、ではなんか
ますよ。閉店ガラガラうーわお。はい、カノの日本海食閉店です。それではどういうことどういうことだって、どういうこと、そういうことです、そういうことあるよねっていう感じ、そういうとこですけど、そういうとこあるよねですね。じゃあそろそろ終わるね。うまいだって、うまいね、ありがとう。よし、じゃあそろそろ終わろうかな。この後もね、動いていかなきゃいけないからさあ、行くよ。お魚がなんか嘘見てた。あらら、わかった、ビーチソーダかけるよ。じゃあそれちゃんもご一緒にどうぞ。それでは今日も13位からサンデスタイム張り切ってどうぞ。いい感じだね。十。あ、じゃあちょっと言い方を面白く、面白くじゃない。しょうがないよ。ノリノリ。いきますよ。13位さんです。あと枠。うん、ゆっこはみにありがとうございます。12位さんです。あと枠ゆっこはみにありがとうございます。11位さんです。ありがとうございます。10位さんです。アットマークやっこファミリー。ありがとうございます。9位さんです。ありがとう。アットマークやっこファミリー。ありがとうございます。8位さんです。ありがとうございます。7位さんです。ありがとうございます。6位さんです。ありがとうございます。7位飛ばしてない？大丈夫？7位さんです。ありがとうございます。6位さんです。ありがとうございます。5位さんです。アットマークやコファミリーでね。ありがとうございます。4位さんです。ありがとうございます。そして3位さんです。ありがとうございます。そして2位さんです。アットマークやコファミリー。ありがとうございます。そして今日の第1位は何回転がいい？ズルル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 ございました。ハートありがとうございます。初見さんおはよう。初見さん、もう分からん、ありがとう。あ、じゃあキャッチフレーズをやりますね。これ持ってやるか。はい、いきますよ。私がおはようと言ったら皆さん指を3本にしてさんちゃんとよろしくお願いします。それではいきます。噛めば噛むほど味が出るスルメみたいな女の子、おはよう、さんちゃん。ありがとうございます。愛知県出身16歳のさんちゃんこと奏でる音と書いて澤田かのんです。ペコリ、ありがとうございます。こんなファミリーもやなっていいじゃないですか。さあ、梅のお花が咲きました。ポー、ありがとうございます。皆さんコールもありがとうございます。トントン、ヨンちゃんじゃないよ、ロクちゃんじゃないよ、ノノちゃんじゃないよ、ハッちゃんじゃないよ、ありがとう。48ちゃん、エスケーダンダンダダンダダ48ドンドン。さあ、今日も2時間もやっちゃった。楽しかった。2時間5分、うん、
ロングラジオだね。そんなね、うん、じゃあ今日もおはようさんちゃんラジオありがとうございました。美味しかった、お付き合いいただきありがとうございました。少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローをよろしくお願いします。それでは今日もこの辺で、ね、せーの、またごやーね、ありがとう、ありがとうございました。もう9時なんで今日も素敵な一日を送ってください。ありがとう、バイバイ、来るでね、ありがとう、また来てね、ありがとう。あ、ちょっと待って、あ、これって尻尾食べれる？うん、イエーイ、アユの尻尾が食べれたそうです。バイバイ、筋トレ頑張る、バイバイ、あったかくしてね、皆さんもあったかくしてね、せーの、あったかいだから、はい、バイバイありがとう、またね、いってらっしゃい、素敵な一日に。